展示によってがらりと変わる雰囲気や空間。平成6年のオープン以来、さくら市立美術館はさまざまな角度から芸術作品の魅力、作品にかける作家の思いを紹介し続けてきました。今回の特集では、さくら市立美術館収蔵作品シリーズと題し、さくらや房総にゆかりのある作家の中から画家、そして版画家の長島満さんを取り上げ、彼の作品と制作にかける思いについてご紹介します。京成さくら駅から徒歩8分にあるさくら市立美術館。平成6年に開館した県内でも数少ない一律の美術館です。ここさくら市立美術館には、主にさくらや房総にゆかりのある作家たちの作品がおよそ1300点保管されています。年に数回開かれる展覧会の中で半数を占めるのが、これらの作品を中心とした収蔵作品展です。こちらはさくら市立美術館に収蔵されている作品。20世紀のドイツ人作家フランツ・カフカの小説「変身」に影響を受けて制作された銅版画の連作です。こちらの作品では、物語と同様に人が他の生き物に変身する姿が描写されています。大きく口を開けたペリカン、しかしその体は女性そのもの。まるで人間としての感情を吸い取られたかのように、魚を丸飲みしようとするペリカンとその周りを囲む生き物たちとの調和が繊細なタッチで表現されています。この作品を制作したのは、市内在住の画家、版画家の長島満さん。長島さんは国内の個展をはじめ、海外の展覧会にも多数出展し、数々の賞を受賞するなど、国内外問わず幅広く活躍されています。先ほど紹介した作品を含め、さくら市立美術館には、長島さんの作品が2点収蔵されています。彼の作品の特徴は、描くものによって表現方法を変えること。それぞれの作品では、幻想と写実という対照的な2つの世界を見ることができます。幻想的な作品で表現されるのは、神話や伝説に基づく非現実的な空間、物語から飛び出してきたかのような空想の動物たちが主人公となり、重厚な存在感を放っています。日本画と洋画の顔料を混合させて和紙に描くという彼独自の技法で描かれています。こちらの作品の主人公は、ギリシャ神話に出てくる女神アルキオネ。ある出来事がきっかけで、最高神ゼウスの怒りを買い、海鳥に変身させられてしまいます。この作品では、もがきながらも人間から鳥に変わっていくアルキオネの姿が色彩豊かに表現されています。一方、木版画や銅版画などの技法を使って写実的に表現されるのは、今にも絵の中から動き出しそうな動物たち。中でも鳥の姿を描いた作品が多く、体の模様や羽の質感まで繊細に表現されています。長島さんが芸術家になりたいと思ったのは、小学4年生の時。大好きだったおばあちゃんが亡くなってしまったことにショックを受け、ある疑問が彼の中を駆け巡るようになります。その時に、半年近く学校に行けなくなってしまったんですね。
それで大人、まあ、両親とか大人を捕まえては人間は死んだらその、何も残らないのかっていうことを質問して回っていたんですね。そんな中、祖先の建てた石碑が神社に残されていることを聞き、人は亡くなってしまっても生きていた証が残せるということを知ります。まあ、絵画とか彫刻とか工芸とかそういうもの、そういう世界を目指して何か自分の手で作り出せば、自分の肉体がその自分の好きだった祖母のように滅んでしまっても、亡くなってしまっても残るんだなっていうのがきっかけで、美術芸術に携わる何かになりたいというふうに漠然とずっと思い続けたという。そんな思いを心に秘めながら、中学高校時代と美術部に入部し、技術を磨いてきました。そして後に美術学校に進み、長島さんはある人物に出会います。画家、版画家の堀井秀夫さんです。堀井さんは幻想的な人間像を描いた色彩銅版画を制作する版画家として活躍する一方で、晩年は多くの水彩画などを残しました。また制作に励む傍ら、後進を育てるための熱心な指導も行ってきたのです。技法書を片手に独学で銅版画の技術を習得した堀井さん、油彩画、水彩画、版画の多数の作品を誕生させた彼だからこそ語れる版画の魅力がそこにはありました。それまで水彩画や油絵を制作してきた長島さんでしたが、芸術の新たな道を切り開くべく飛び込んだのは版画の世界。長島さんは堀井さんのもとで版画のいろはを学ぶことになります。版画というのは半分が画家の部分で、半分は職人の仕事であるっていうことを繰り返し言われてましたね、僕らに。それはそのやっぱり、まあ、絵初めに絵ありきで、まあ、その絵があって、ただそれを物理的に版に彫って技術として定着することができなければ版画というものは成立しないっていうことを繰り返し、僕らに話していましたね。授業の中で追求してきたのは原始。原始とは文字の通り、幻を追い求め現実にはないものを見てイメージとして表現すること。この時から長島さんの作品に幻想的な描写が見られるようになったのです。特集の冒頭でご紹介した桜市立美術館の収蔵作品メタモルフォーシスシリーズ、こちらは長島さんが制作した50点の連作です。しかしこの当時の作品では現在の作品には見られないような現代社会に対する風刺的なメッセージが込められています。子どもの頃から僕らの世代っていうのは開発でどんどん町が、利便性を追求した結果、すごく人間にとって、まあ、住みやすいとかそういう世の中になったと思うんですけど、本当の人間にとっての豊かさっていうのはこういうことなんだろうかっていう疑問がずっとどこかにあったんですね。メタモルフォーシスっていう、人間と動物、鳥類が合体したような人物を想像して、そのことで環境問題であるとか人間のそういう社会であるとか、そういうものを風刺的な一つの表現として提示しようという試みだったわけですけど、しかしこうした社会への反発を形にすることは自身を苦しめることになり、ついに制作が行き詰まってしまいます。そんな中、
個展会場に来た一人の詩人にある言葉を投げかけられるのです。君のこの今表現しようとしている世界は確かに現代詩の奥深い世界に通じるものがあるんだけど、自分の絵がその、公衆の面前にさらされた時に相手がどういうことを思うかっていうことを少しでも思ったことがあるかと、本気で思ったことがあるかっていうようなことを、突きつけられて、その時は自分がこういった作品をこう表現しようとしている自分にそういう言葉を投げかけるんだろうっていうことが、まあちょっと反発みたいなものも含めてそういうことが浮かんでしまったわけですけど、その場ではやっぱり突き詰めたところ絵画とか版画っていうのもやっぱり人と人のコミュニケーションなんじゃないか、ですから作り手と受け手というのがあって成立しているっていうことをものすごく意識するようになったんですね。思いがけない一言。しかしこの出来事は制作について考えるきっかけをもたらしました。そして長島さんに新しい世界との出会いが訪れます。それは神話との出会い。国境を越えて語り継がれる神話には人の精神の奥深くが描写されていることを知り、長島さんはその世界に魅了されていきます。やっぱりシルクロードっていうのは一つの一本の道で交易があってつながっていたわけですよね。その中でいろんな共通する要素とか、同じ神話に出てくる幻獣、幻の鳥であってもヨーロッパで伝わったものがインド中国を経て来た時に日本のなりに変容してくるとか、なんか神話伝説とか、ちょっと宗教的なことも絡んでくるし、テーマ自体も、日本神話に限らず重たくなってしまうっていうことがあるんですけど、日本の神話とかギリシャ神話を読んでいるととてもおおらかに感じるんですね。でそういうなんかおおらかさというか広がりというか、明るさに通じるようなものかもしれないですけど、そういうものもすごく常々こう意識しながら表現しています。神話を題材とした作品ヤタガラス。ヤタガラスは日本神話に描かれるカラスで3本の足を持つのが特徴です。その昔神武天皇を道案内したという言い伝えがあり、導きの神としても知られています。こちらの絵画作品では黄金の背景の中に浮かび上がるヤタガラスの神聖かつ荘厳な雰囲気と躍動感が表現されています。世界各国で語り継がれる神話や伝説を求め、あらゆるテーマに挑戦し続ける長島満さん。彼の作品で描かれるのは幻想的な世界だけではありません。もう一つの長島作品の世界とは写実。自然の姿をありのまま描き出した作品は、まさに本物の鳥そのもの。このような作品を制作する背景には、彼のライフワークが大きく関係しています。それは、バードウォッチング。週1回は妻のひろこさんと共に鳥の観察を行っているほど、バードウォッチングを愛してやまない長島さんは、日本野鳥の会の会員として野鳥の観察記録をつけ、調査を行うなどの活動を行っています。結婚を機にご両親と共に桜市への移住を決めたのは、印旛沼を中心とした豊かな自然があったからだそうです。こちらの映像は昨年放送したチャンネル桜の特集バードウォッチングに出かけよう。番組では長島さんご夫婦に印旛沼周辺で見られる野鳥についてご紹介していただきました。高校時代は美術部の他にも生物部に在籍していた長島さん。
当時友人に連れられていった干潟で見た光景が以降の長島さんの人生に大きな影響を与えることになるのです。たまたまその時にその冬場だったんですが、とても珍しいヘラサギとクロツラヘラサギ、トキに近い仲間の大きな足の長い水鳥がいるんですが、この2種類が飛来していまして、それをその望遠鏡越しに見せてもらって、その姿がとってもそのちょっと遮光線というか逆光気味の中で、水のこうキラキラときらめた光の中でこう浮かび上がって見えたんですけど、それがあまりにも美しかったので、それがきっかけでその鳥の観察を始めることになるんですけど、以来40年以上鳥の観察を続けた長島さん、彼の作品から見えてくるのは鳥への愛、鳥の習性をよく知り近くで見てきたからこそ表現できるものがそこにあります。習志野市にある谷津干潟観察センター、こちらでは昨年の秋に木版画や銅版画などおよそ50点の長島満作品の展示が行われました。展示のテーマは日本の野鳥、この中には印旛沼や桜に生息する野鳥がモデルとなったものも多数あります。こちらは長島さんの家の近くに住み着いたフクロウがモデルになった作品、地域の方が愛着を持ってつけた名前が作品のタイトルになっています。ふわふわとした感触が伝わってきそうですね。このように半面として木を輪切りにした断面を使用するものを小口木版画と言います。硬い材質の木を使用しているため細い線を彫ることができ、細かい表現ができるのが特徴です。この作品のように木の断面の形を生かすこともできます。そして多数ある作品の中で長島さんが特に思い入れ深いのがこちら、大きく翼を広げているイヌワシは日本最大級のワシです。それまでは小さい作品を制作してきましたが、大きい鳥ならではの迫力を伝えるため大きな板目木版画で表現されています。20代の初めの頃に、先輩2人と、このイヌワシが、そのある山の長野県の山のそこから、山稜を見ると日に何度か飛ぶという場所があって、テントを担いで、2晩ぐらいと思ったんですかね、ずっとイヌワシが飛ぶのを待った経験があって、まあ諦めかけて2人は帰って、1人で残った山中で霧の中に翼を広げると2メーター近くあるワシが、現れたことがすごくこう感動的な、そういう体験をもとに、まあ一種のドキュメンタリーだと思うんですけど、平面のドキュメンタリーではないですけど、そのドキュメンタリーとして彫ったのがこの思い出しながら、その時の状況を思い出しながら彫った作品なんです。長島さんが制作した野鳥の作品はどれもご自身が実際に出会ったものばかり、その一つ一つに鳥とのエピソードが秘められています。これまで幻想と写実という正反対の2つの世界をご紹介してきました。近年の作品では、幻想的な作品は絵画、写実的な作品は版画というように表現方法を変えています。その理由はなぜでしょうか？幻想美術っていうのは、まあ言ってみればすごくこうコアな世界というか、まあ言い方変えるとマニアックな世界というか、じゃあそういう世界を、幻想美術を表現するっていう世界は
1点しかない、1点ものの肉質の絵画作品でいいっていうふうに僕は思ったんですね。ただそのもう一つ今版画の方で表現している、まあ、野鳥自然をテーマにした版画っていうのは、一般の人たちあまり野鳥にも縁がない、版画にも縁がない、でもなんかそういうものには興味が少しあるみたいな人っていうのはたくさんいると思うんですよ。版画っていうのはその枚数が刷れる、複数同じものがオリジナルのアートとして刷れるので、例えばそれを名古屋、大阪、福岡で同時開催するっていうことも可能なわけですね。これは絵画ではできない技ですから、そういう意味で版画っていう表現が必然的になものだと思っているんですね。あの時展覧会で言われた一言がなかったら、今の長島さんはいなかったかもしれません。インタビューからは、作品を見る人のことを考えてどのように制作を行ってきたかを感じることができました。最後に長島さんに今後の目標についてお話を伺いました。それこそマンダラってありますけど、何か一つの空間を一つの、まあ、宇宙というか森林でもいいですけど、そういったものに見立てて展示空間をそういうふうに、一つの宇宙のように捉えて、そこに王様のような強い存在の鳥がいたり、あるいは小さな小鳥がいたり、あるいは神話伝説で言えば非常にこうダイナミックな幻獣がいたり、あるいはもう少し優しい人間に近いような妖怪がいたり、何かそういうことでもいいんですけど、もう何か大きなスペース空間の中で見せる、そういう見てもらう、そこでそこに訪れて鑑賞してもらう人たちとのコミュニケーションが生まれるっていう、そういう場を夢見ています。画家、版画家、長島満、彼の作品から見えてきたのは幻想と写実の2つの世界。しかし正反対に見える世界には、どちらも鳥を中心とした生き物への愛や自然を大切に思う気持ちが詰まっています。長島さんの作品は今までも、そしてこれからも私たちを楽しませてくれることでしょう。